桐生さん、ちょっと相談してもいいですか？もちろんだ。どうかしたのか？実は最近、いつも人に見られてる感じがして。何？ストーカーとかか？はじめはユアもそうかと思ったんですけど、実はパパラッチみたいなんです。パパラッチ？芸能人のプライベートとかを取って売る連中か？はい。ユアがキャバ嬢やってることを記事にするんですかね。そうか、ユアはアイドルだったし、記事のネタにされるかもしれないな。別に記事になることは構わないんですけど、好き勝手取られて書かれるのは嫌だな。俺が守ってやる。え？キリュウさんが？ああ、ユアを勝手に取ってネタにするなんて、店長として放ってはおけねえ。それに世の中には危険な奴も多い。ユアに何かあったら困るからな。キリュウさん、ありがとうございます。実はちょっと怖かったんです。キリュウさんがいてくれるなら安心だな。しかしパパラッチに追われるなんて、ユアはかなり有名なアイドルだったんだな。そんな有名でもないよ。そこそこだよ。まあでも無名ってわけではなかったかな。だったらアイドル時代のファンも店に来てくれたりするのか？うん、昔から応援してくれてる人は今もお客さんで会いに来てくれるよ。特にユアが人気なかった頃から応援してくれてる人はすごく大事にしてるんだ。その人たちの気持ちを裏切らないようにしないとな。そうですね、それはユアも思ってます。ずっと支えてくれた人たちにどうやったら恩返しできるのかなとか。そういうファンを思う気持ちがユアの人気の秘訣なのかもしれないな。そうかな。これからもずっとファンの人が支えていたくなるような、そんな存在でいれたらいいな。ユアならきっとなれるさ。アイドルからキャバ嬢になったが、ユアは将来どうなりたいとか夢はあるのか？夢ですか？ベタベタですけど、可愛いお嫁さんかな。ほう、結婚願望はあるんだな。ありまくりですよ。白馬に乗ったいい人がいたら結婚したいな。ユアすっごい尽くすタイプだと思うんです。旦那さんの希望に何でも応えちゃうんだ。何でも、あ、参考までに聞きたいんですけど、キリュウさんがユアと結婚するとしたら、キリュウさんはユアに何してほしいですか？うまい料理を作ってほしいな。料理ですか？お安い御用ですよ。ユアシェフにお任せくださいな。おお、料理うまいのか。得意料理は何だ？得意料理はラーメンですね。おお。月曜は醤油、火曜は塩、水曜は味噌、木曜はまた醤油でいいや。うん、毎日作れそうだから安心して結婚してね、キリュウさん。おお、毎日ラーメンか。しかし
前の店でエースだったユアがうちに来てくれて本当によかった。ユアも放射院に入れてよかったって思ってます。本当か？うん、ユア放射院大好き。おお、放射院のどんなところが好きなんだ？店長さんなんですから当ててみてくださいよ。いいだろう。そうだな、客を大事にするところか。正解。キリュウさんよくわかりましたね。すごい。ユア検定一級を与えます。ありがとな。前のお店は高級店でお金持ちの人以外は入っちゃいけないって感じだったんです。だからアイドル時代のファンの人の中にはお店に入れない人もいて。なるほど。うちは誰でも受け入れるからな。うん、どんなお客さんもユアは大事にしたいから。だからこのお店は合ってるなって思うの。客思いのユアらしい回答だ。今はアイドルじゃないけどお客さんにとってアイドルみたいな存在ではいたいなって思うの。アイドルはお客さんに夢を与えるもの。だからユアはこれからもお客さんをたくさん幸せにしてキャバ界のアイドルになるんだ。もう立派なアイドルだと思うぜ。